皆さんこんにちは、シラックスです。僕は現役プロ体操選手です。今日は逆上がりのコツを教えていこうと思います。失敗してしまう理由3つと、あと成功するためのポイント5つ紹介していきますので、よかったら最後まで見てみてください。それではいきます。まず先に失敗してしまう理由3つ紹介するんですけど、まず1つ目が肘が伸びちゃう、2つ目が顎が上がっちゃう、3つ目が前に蹴っちゃう。この3つ紹介していこうと思います。まあ、大体体育とかではね習うと思うんですけど、なんでダメかっていうところまでしっかり説明していこうと思います。まず1つ目の肘が伸びてしまう、これなんですけど、まあ、とりあえず僕肘伸ばしてやっていますね。このプロの体操選手がどれぐらいできるのかっていうね、いきます。肘伸ばします。できません。これはさすがにね無謀だということが分かったと思うんですけど、肘はねしっかり曲げましょう。これは後で成功するためにどうしたらいいのかっていうところで触れていこうと思います。で、2つ目顎が上がってしまう、これもね結構ありがちですね。まあ、顎上げてやってみようと思います。いきます。うわ、怖い怖いです。僕体操選手なんですけど、顎上げるとねもう自分がどこにいるか分かんない。でこれね分かりやすい例で言うと腹筋ですね。逆上がりって体丸めるんで、まあ、腹筋に少し似てるんですね。腹筋皆さんするとき多分頭抱えたりグッてね顎締めたりしてやると思うんですよ。なんでそうするかっていうと、やりやすいからですね。まあ、だから逆上がりも腹筋と同じように顎締めてあげることがすっごい大事になってきます。じゃあ最後なんで失敗しちゃうかのポイント3つ目ですね。これが結構難関です。前に蹴ってしまう、これありがちですね。よく見るのはこう後ろからねめっちゃ頑張ってきて、こう途中で終わっちゃう、回転がね1回転じゃなくて半回転で終わっちゃうっていうのがよくあると思うんですけど、まあ、これもねかなりできない理由としては大きいです。でこれどういう風に考えたら分かりやすいかなってちょっと僕考えたんですけど、逆上がりって1回転じゃないですか。でこの鉄棒で逆上がりしてるのをもう鉄棒外して考えた時に、これ爆中とほぼ一緒なんですね。で爆中っていきますよ、こう1回転するじゃないですか。逆上がりの場合はここが真下で、こっから始まってちょっと後ろで終われるんですよ。でも後ろから走ってる人はわざわざ後ろから回転を始めて終わってるから、前から後ろに蹴る人よりね損しちゃってるんですね。まあ、これも後で触れていきますので、次成功するための5つのポイントを紹介していこうと思います。成功するための5つのポイントを紹介していくんですけど、その前に立ち位置だけしっかり確認しておきましょう。さっき僕が言ったようにバク宙の理論で言うとね、1回転するのはすごくもったいないことです。だからなるべく回転数を減らしてあげるためになるべく前に行ってあげてください。後ろ足が鉄棒の下で、前の足がもっと前に行けたらいいんですけど、まあ、この時にこう鉄棒からお腹が離れてまで行かないようにしてください。鉄棒とお腹が近い状態で行ける前に行ってあげてください。こっからスタートしていきましょう。で成功のポイントを5つ紹介します。この5つは肘を曲げる、後ろに蹴る、お腹近く、足を見る、手首返す、この5つ紹介していきます。まず1つ目の肘を曲げる、これさっき言ったんですけど、肘が伸びたら僕でもできません。だから曲げていきましょう。で、なんで肘を曲げなきゃいけないか、そもそもねこれは鉄棒にお腹を近づけるためです。じゃあなんで近づいてないといけないのっていう話なんですけど、これね、まあ、言うたら離れるっていうねレベルを最大にするともうこうなんですよ。じゃあこれで後ろに回ってってなったら、もうそれって大車輪なんですよね。それ難しいです。まあ、だからなるべく近回りをさせてあげる、まあ、陸上でいうところのあのギリギリ内側回るみたいな感じ、そんな感じでやってあげてください。でこの時注意することなんですけど、曲げるってね何でもいいわけじゃなくて、この状態で曲げてしまうと逆上がりすごい難しいです。ちょっとやってみますね。曲がってはいますね。でも脇がバッて開いてるんですよ。これでいきます。あっ、まあなんとかできるって感じ。これをもっとやりやすく肘を曲げるとどうなるか、こうですね、脇を締めますの状態で逆上がり、こうするとめちゃめちゃね力も入りやすいんですよね。握力計握ったことある人は分かると思うんですけど、体から手離しなさいって言われますよね。あれってちょっと力入りにくいからで、脇をギュッて締めるとめっちゃ力入るんですよ。だからその力を利用してあげて逆上がりに生かしてあげます。だから脇をなるべく締めて、まあめちゃめちゃギュッてする必要ないです。こう下にね締めて逆上がりをやってあげてください。次2つ目の成功へのポイント、後ろに蹴るですね。これすごいね変わると思います。これができるだけでだいぶやりやすくなるので、ちょっとポイントねしっかり聞いておいてください。さっきのダメな例で言ったこの後ろから前に蹴る、これの逆バージョンですね。後ろから前なんで、その逆、前から後ろ、
こうですね。鉄棒があったらこう、そのイメージやってください。一周じゃないです。C の空いてる部分が下向きみたいな、こうですね。もう一回いきます。前から後ろ、これでやってみてください。で、この後ろに蹴るっていうイメージがなかなかつきにくいと思うんですよね。なのでイメージとしてこの状態で頭がある位置に足を持ってくる感じ。僕は後ろの足が左足で前の足が右足なので、左足を一気に頭の方に持っていきます。見ててください。こうで、これでも回んないって人はもう地面に向けて足回しちゃってください。いきます。こう、そしたらさすがに回ってくると思います。で、しっかりね、肘を曲げることも意識してあげてください。では成功のための3つ目のポイントですね。お腹と鉄棒は近く、これすごい大事です。これさっきの肘を曲げるっていうのができてれば大体できると思うんですけど、まあ、それでもね少し難しいです。なのでイメージとして鉄棒とお腹をつけるっていうだけじゃなくて、鉄棒を体で包み込んであげる感じで逆上がりしてあげてください。まずね、お腹だけつけるっていうイメージでやってみます。途中で止まっちゃうんですね。だから鉄棒を包み込んであげる。ちょっと次それでやってみます。こう、すごい逆上がり感が出たでしょ。まあ、体を丸めてあげたいんですけど、まあ、それをね分かりやすくするために鉄棒を体で包み込んであげる、まあ、そんなイメージでやってあげてください。あとポイント2つです。4つ目のポイントいきます。足を見る。これどういうことっていう感じだと思うんですけど、よくねお腹見なさい、鉄棒見なさいって多分言われると思うんですよ。で、僕のイメージちょっと近くねっていうね、ちょっと近すぎて怖いんですよ。まあ、だからこう回ってきた時の足を見る。そうすると距離的にもそんな怖くないし、自分の足に集中することができれば自分のいる位置がすごい分かりやすいんですね。だからこうパッてきた足を見てあげてください。しっかりと後ろの足をバンって蹴ってあげて足を見る。そうすると回転力がすっごいつきやすくなると思います。ちょっとね鉄棒を見てやってみようと思います。こうですね。やっぱり鉄棒を見ようとすると少しね体が後ろに下がってしまうんですよね。だから鉄棒との距離ができてしまう。だからもう足だけを見ることに集中してやってみてください。はい、じゃあ最後、もうこの4つのポイントできたらほとんどできてると思うので、最後に手首を変えそうですね。逆上がりは最後ね、このツバメの姿勢になると思うんですよ。で、この状態って手首が返ってる状態なんですね。で、逆に手首が返ってない状態、どういう状態かっていうと、こうお腹だけで鉄棒に乗ってる感じですね。これめっちゃきついです。だからこれをしっかり手首返してあげて押してあげる。この状態を最後作ってほしいんですね。で、これって意外とね難しくて、怖いと鉄棒すごい握っちゃうと思うんですよ。で、そうするとどうなるかというと、この状態でめっちゃ握ると、あ、手首が返せないんですね。だから少しだけ鉄棒をふわっと握ってあげてください。どんな感じかっていうと、いきますよ。今手離したんですけど、これでも実際いけるんですね。だから今手離したタイミングありますよね。体が鉄棒の上に乗った瞬間にギュッて握るのをやめて、ふんわり握ってあげてください。こうで、上に来た時にしっかりツバメの姿勢になれるように意識してみてください。じゃあギュッて握っちゃうとどうなるかやってみます。怖いな。回転が止まっちゃいますね。これせっかく前から後ろに蹴ったり、あと足見たり、めっちゃ鉄棒を体で包み込んだりしても、手でね全てを止めてしまってるんですね。回転を邪魔しないように手はふわっと最後は握ってあげてください。以上5つが成功するために大事なポイントでした。逆上がりはねやっぱりね、結構一番最初に鉄棒でやんなきゃいけない技だと思うんですけど、ちょっと難しいんですよね。で、できないとダサいみたいな風潮があるんで、まあ、僕はそれは好きじゃないんですけど、やっぱりできるようになりたいと思います。で、体操、まあ、体育全般そうなんですけど、見ることがね大事だし、その技のことを理解することがすごい大事なんですね。まあ、だからこの動画見てぜひしっかりと勉強して体育の時に活かしてあげてください。この動画が役に立ったなと思ったら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。顎返しちゃった。高評価、チャンネル登録お願いします。